Thank you.
私たち配信ライブ久しぶりにやっているんですけども、 YouTube で見てる皆さん、こんばんは。こんばんは。イエーイ。はい、今日は配信ライブをしているのにはですね、理由がありまして、大きい告知事がいくつかあるんですけども、まあ、まずはですね、私たち11月の10日から、ツアーに回ります。タイトルはおしくらまんじゅうツアーです。はい、会場でですね、押して押されて、ぎゅうぎゅうにっていう感じでですね、おしくらまんじゅうツアーに回ります。そしてなんとそのツアーファイナル、この間ですね発表されたと思いますけども、2024年の2月の17日に、日本武道館でやります。まさかですね、まさか立てるとは思わなかったです。ありがたいです。ありがとうございます。はい、私たちのご恩をですね、武道館でぜひ聞きたいなーっていう方はですね、来ていただけたらなと思います。あ、はい、そしてですね、告知事が、もう一個大きいのがあるんですけども、11月8日にですね、私たち、絶賛作っておりましたカバー EP と有明ガーデンシアターの、ライブブルーレイが、同日に発売されます。で、そのカバー EP のですね、収録されている曲が1曲はスティップノットのシックが、発表されてるんですけども、他にメタリカのマスターブパペッツと、システムバダウンのシュガーと、リンプビスキットのスタックが、収録されておりまして、そのリンプのスタックに関してはロットングラフティの信也さんと直樹さんにもコラボしていただいております。すごい。もうストリート魂が吹き込まれまくっております。ぜひね、そちらも、気になるよという方はぜひ聞いていただけたらなと思います。で、せっかくなのでそのカバー EP の中から1曲聞いていただこうと思います。この曲は私がやりたいと言ってやった曲なんですけど、
まあ、演奏してみて、そして聴いてみて、改めてすごい曲だなって思いました。まずね、あのシステムのメンバーの皆さんを憑依させるところから私は始めました。憑依させた憑依させました。手手で踊ってたね。こうやって踊ってました。楽しい曲ですね、本当に。楽しいね。アイコンタクトないとダメな曲だなって思います。そうそうそう。ウォーミングの時もね、みんなでこうやって歌い合う。そうですね。ああいう初めてこうの、なんだろう、みんなで囲んでやるレコーディングっていうのが初めてやったので、あ、ちょうどいい曲を選択できたなっていうふうにね、思いましたけども。はい。こちらがね、11月の8日に、カバー EP を私たち発売いたします。で、それと同時に、それと同時に、ライブブルーレイも、発売します。それが7月の17日にあった、有明ガーデンシアターでやりました、ライブなんですけども、そちらもですね、ブルーレイがリリースします。同じ日にね、リリースされるので、よかったらカバー EP 聞いてみて、あれ、なんかかっこいいじゃんと思ってくれたら、ぜひね、そちらのブルーレイもゲットしてみてくださいませ。よし。じゃあ、サウタイの皆さんは持ち帰りましたか？はい。じゃあね、残り2曲なんですけども、私たちの曲をぜひね、聴いていただけたらなと思います。
ライブをやってる私たちはですね、11月の10日からツアーがあります。そしてそのツアーファイナルはですね、ちょっと前に公開されました、公表されました武道館でやります。この轟音が武道館でねかき鳴らされるので、興味ある方はねぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そして10月の8日には、こんな感じで配信ライブがですね、もっと長いやつが在庫にて、やります。10月の8日ですに、配信ライブをまたやりますので、今日が良かったなっていう方はぜひチケットをゲットして、配信ライブも見ていただけたらなと思います。じゃあまたね、バイバーイ。